金沢カレー。金沢カレーとは、主に、金沢市を中心とする石川県のカレーライス店で、供される独自の特徴を持ったカレーライスを言う。カレーのチャンピオン創業者の田中義和がそのレシピを、考案したと言われており、石川県で古くから営業している老舗店は50年以上の歴史がある。カレーのチャンピオン創業者で、養殖シェフであった田中義和が、 そのレシピを考案。田中が独立して始めた洋食店、洋食、田中では、遅くとも1963年までには、現在の金沢カレーのスタイルが確立していたようで、ある。その後、田中が独立前にチーフコックを務めていたレストラン、ニュー金沢の弟,弟弟子や部下たちの独立にあたり、レシピが一部の老舗店の創業者に共有されたことにより、石川県で、 同時期に同じようなスタイルのカレー店が相次いで創業することになった。代表する店の多くはすでに50年以上の歴史があるが、そのカレーに金沢カレーの名称が付されるようになったのは2000年代中頃からと非常に新しい。各店とも地元での営業が中心で金沢カレーのような名称は使われていなかったが、そのスタイルは地元で古くから定着している。 なお、すべての店舗が上記の特徴を満たしているわけではない。2006年1月、この頃からご当地カレーの横須賀海軍カレーや札幌スープカレーの対比として、金沢カレーという言葉が徐々に使われ始める。2006年9月、名古屋市で金沢カレーを店名とするカレーチェーンが開業した。2006年9月27日、地元の佃煮メーカー、 つくだ食品が地元食材を使ったレトルトカレーをつくだの金沢カレーとして商標出願2007年7月13日に商標登録された2007年4月13日放送の日本テレビ系ズームインスーパーズムトク金沢カレー世界へ発信では石川県出身の松井秀樹にニューヨークで日本より持参したこのカレーを食べさせていた 全国ネットのテレビ番組で、金沢カレーが使われた、初めてか、それに近い事例と思われる。2007年に、各店のウェブサイト上で、55カレーが、金沢カレーの火付け役を名乗り始めると、カレーのチャンピオンでは、元祖金沢カレーの店という表記を追加した。2008年6月、金沢指定霊議会の一般質問において、ご当地グルメの具体例として、 金沢カレーが取り上げられたことがある。2008年11月20日発行のフリーペーパー、食べるボリューム1の南正弘チャンピオンカレー社長インタビュー記事には、7から8年前、石川生まれのカレーが話題になっていた2チャンネルのスレッドに、南社長が金沢カレーと言葉を最初に作り、書き込んだというエピソードが掲載されている。 ただし、2010年現在では2チャンネルの1999年から2002年の現存するカコログファイルへには、金沢カレーのキーワードで全文検索を行っても該当はない。2チャンネルでは、サーバーのトラブルにより保存されていないカコログもあるため、実際に書き込みを行ったかについては不明である。チャンピオンカレー公式ツイッターでは、 この説は正しくない可能性が高いとの書き込みもある。2019年8月15日、バラエティ番組秘密の県民賞にて、全国ネットで、金沢カレーが紹介された。2010年6月3日放送の日本テレビ系、秘密の県民賞において、チャンピオンカレーが、金沢カレーとして紹介され、ご飯をすべて覆い隠す量の濃厚なルート、千切りキャベツにとんカツを乗せ、 スパイスの効いたカレーとキャベツを混ぜながら、フォークで食べるスタイルが取り上げられた。しかし、2010年当時、地元石川県ではキャベツをカレーに混ぜて食べるという、作法や習慣はなく、混ぜない人が圧倒的に多いという意見もある。ありがとうございます。